老健、榊紅葉チャンネルです。今回の情報共有動画は、施設エイゼンシリーズ、2階と3階の流し台を交換しましたというお話です。こちらが施工前の知らせです。今回は2階と3階のステーション流しの交換工事を行いますということが書いてあります。こちらが2階ステーション内の施工前の流しです。やはり経年劣化が見られると思います。そしてこちらが3階ステーション内の施工前の流しになります。工事としましては、まずはこのように今の流し台の撤去から行います。台車にはこのように今回立てて乗せたようですね。下で撤去が完了です。そして撤去後にはこのように新しい流し台を搬入しました。はい、このような形ですね。こちらが2階ステーション内の、施工後の流し台になります。ピカピカになってます。そしてこちらが3階ステーション内の流し台になります。こちらも新品ですのでピカピカです。ということで今回は、施設エイゼン2階ステーション、3階ステーション内の流し台を交換しましたという話でした。ご視聴ありがとうございました。